はいどうも、いつきんです、今回の動画は、Twitter で告知されたエクスキューショナーのクラスチェンジについての動画になります、エクスキューショナーの、クラスチェンジ後の、海外の評価はこんな感じになっています、クエスト7点、深淵 7.5 点、アリーナ 7.5 点、討伐7点、レイド7点、ギルド戦が 8.5 点と、いう感じでですね、エクスキューショナー自体がかなり尖った性能になっているので、評価はですね、あまり高くないですね。ギルド戦以外はかなり低めの評価になっています。続いてスキルの紹介になります。はい、スキル1、敵単体攻撃で、それぞれ 35%、最大 50% の確率で2つの強化効果を解除。スキル2が1回の受けるダメージが最大生命力の 50%、最大 35% を超えない。スキル3が敵単体攻撃、与えたダメージに比例して生命力を回復する。敵が強化状態の場合は 50% の確率でスキル1が追加発動、自身の生命力が低いほどダメージが増加するというスキルになっています。クラスチェンジはですね、基本的に、1つのスキルが強化されるだけで残りのスキルは据え置きなんですが、エクスキューショナーに関してはですね、スキル3の強化によって、スキル1にも影響が出るので、割と、クラスチェンジによる影響が多い、英雄になっています。もともとですね、スキルにも特徴的な、効果を持っているので、割とどのスキルも新鮮な、感じになるのかなと思います。スキル3でスキル1が、追加で発動するので、強化解除っていうのはですね、かなり、頻度が、上がるので、この点に関して言えば、割と強いかなと思います。そして続いて、ルーン強化によるスキルツリーの紹介です。すべて強化すると、こんな感じになります。効果命中率が 25% アップ、でスキルエフェクトチャンスが 10% 増加と書いてあるんですが、おそらくですね、スキル1とスキル3の、効果成功率がそれぞれ 10% ずつ上がるものだと思います。ちょっと翻訳の関係で意図がつかみづらかったので、間違っている場合はまた訂正の方させていただきます。そしてアクションゲージが 20% 増加、ダメージが 5% アップ、スキル3のダメージも 12% アップ、スキル3による回復量が 10% アップ、生命力が 10% アップ、そして一番でかいのがですね、最後スキル1の発動する確率が 50% アップということで、これによってもともとの 50% の確率と合わせてスキル3を使った時、敵が強化状態であれば 100% の確率でスキル1が追加で発動するようになるというところになっています。スキル3による強化がまあかなりですね、強力なものになっています。使い方としてはですね、かなり限定的にはなってくるんですが、水アタッカーっていうのは結構強力な、アタッカーが多いので、それらに、対する、回答としてエクスキューショナーもしくは、クラウですね、こちらに対抗するために出すというような使い方になります。でどれだけですね、強い攻撃も、エクスキューショナーであれば最大 HP の 50% を超えないダメージに収まるので一撃で死んでしまうということがありません。なのでヒーラーと組ませれば水属性の攻撃を全て受け切るというようなことができるので、そういった使い方が一番効果的なんじゃないかなと思います。特にですね、ギルド戦3対3なので意外にですね、クラウのスキル3の受けをどうするかっていうのを悩んでる人、いるんじゃないかなと思うんですが、クラウのスキル3の受けに関して言えば、おそらくエクスキューショナーが一番安全に、受けれると思います。いくらね、クラウが2万3万の、ダメージを出してきても、エクスキューショナーであれば HP の半分弱
のダメージで抑えられるので、まず死ぬことがありません。ただですね、注意としては、毒とか火傷っていう状態異常によるドットダメージ、これはですね、エクスキューショナーのスキル2の効果を受けずにですね、そのままダメージが直接入ってしまうので、毒とか火傷を使われると非常に弱いです。一気に倒されてしまうのでそこだけ注意が必要です。という感じでですね、冒頭で尖った性能と言った通り、水相手、特にあの水オンリーですね、他の属性がいると、簡単に倒されてしまうので、水オンリーの相手に対してのみ、使う状況が出てくるので、かなり評価が低めになっています。たださっきも言った通り、ギルド戦での食らうの対処に困っている 人はですね、レベル50でいいので、とりあえず作ってみるのも、いいかもしれません。そして最後にクラスチェンジの条件になります。こちらですね、イリオス教徒の500体討伐、傭兵の飛躍1個を渡す、そして最後、迷宮1-3、で、イリオス教徒を25体討伐するということで、ちょっと迷宮のクエストが、非常にややこしいんですが、まあ、こちらはアズマカリスのボスを全部倒して、余りが出たら迷宮に行くという感じにした方がいいのかなと思います。というわけでですね、クラスチェンジエクスキューショナー、まあ、無理してクラスチェンジをしなくてもいいかなと、感じました。僕はちょっとやってみて、まあ、どんなものか使ってみたいなとは思っています。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。